一撃。ああ強いんだやっぱり。お手並み拝見。どうだ。やっぱり倒せませんでした。ほらほら頑張れ。しえさすがにこれは簡単にはいかない。くらえです。やりました。モア大会やっぱり敵は強力になってきます。何事もなくてよかった。やっぱり強化しましょう。30ぐらいまではとりあえず強化しとかないとね。お強くなったか。おっと今回はそんな甘くはない。でもこのままいきます。で、陽毒性を助っ人に起用しましょう。知能行ってくるです。お手並み拝見。バトルだ。バトル必殺の一撃。ほらほら1975まで増えましたね。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。皆さんのやる気をアップします。外周一色。みんなと一緒ならできるよ。サポートします。つけろよ。手加減しませんよ。やりました。ハンナの中指導アップ。いろいろもらえますね。ここでですね、カンナの試合を解放されたので、今回は見たいと思います。やったな。お、ライネだ。いいですよね。はやのみ。あら。ああ。つまり。あらあら。まあな。もう。そうね。でもな。あら。ああ。え？もう。だけど。ああ。これは10個もらえるんですね。ああ。すみません、助かっちゃった。ね、アマウさんの従業員にならない？なんてね。さ
いろいろ属性が増えてきましたね。緑か。まあこれでいいでしょう。このまま行きたいと思います。でも一応もう陽属性のまま行きます。アンジさん、これも知能です。奮闘努力。ちゃいますよね。ここ健康一滴。ほらほら頑張れ。手加減しませんよ。2444か。まあ抜群なんでしゃあないですね。皆さんのやる気をアップします。それ気をつけろよ。倒せない。これで決める。決めましょう。アフタヌーン、了解した。まずは最高取り寄せ必要なものは内緒とリーセット。茶葉とケーキスタンプ、お菓子とケーキ準備、あとは提供するだけ。これはどうしたものか。みんなのおかげ。アリスさんとパス。七賢者神社その4です。当然これはですね、赤魔属性です。さすがに今いつまでもこれに行くわけにはいかないので、魔属性の選手を投入したいと思います。これか、余裕ありそうですね。まあ、この3人がいればまあ十分ですからね。コルク投入するだけでオーバーしちゃうのか。おお。まあそれならコルクを投入するか。お金行ってみましょう。私もついてっていいですか。大丈夫だよね、きっと。きっと大丈夫。私が助けるね。作品を作ります。ちょっと
とだけ痛いのをお見舞いしますよ。皆さんのやる気をアップします。今は我慢の時だね。やむを得ないね。仕方が。うまくいくといいんだけど。回復して。これでどうです？皆さんのやる気をアップします。強い。ストアを吹かせてやるんだから。ストア吹かせたい。ゆうちゃんもひどい。ゆうちゃん、そこだ、そこだ、取り倒しちゃいます。みんなのおかげ。まだありますね。ということで、ということで七賢者神社その後次はこれ陽属性のみ。ですね。神社やってきた。ペイメント法廷は取っていく。オンピに済ませたい。返したい。まあそうだろうな。こう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 。中ボスみたいな感じかな。本気で来い。こいつで全部吹っ飛ばしてやるぜ。どうだ、効かねえな。そんなに効かないな、確かに。ほらほら、頑張れ。力が湧いてきます。本領発揮だ。私の一撃は面白い。死んだ、強え。健康に効かねえな。効かないこともない。動きが鈍い。皆さんのやる気をアップします。
本領発揮だ。2回攻撃できるのは強いよな。倒したけど。やった勝ちましたよ。試験者神社総録って多分結構長いんでしょうね。お、スタミナがないってことですね。はい、ということでここで一旦終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。